いません。急にフロントガラスに変なものが。これはジュン様とウタ様。あと一つなのだ。あと高い戸が手に入ればそれこそが私が長年待ち望んだ瞬間なのだ。8個のクローンパが全部揃った時、何でも願いが一つだけ叶うのだ。私の願い、それはマリーランドを滅亡させることなのだ。だが出ちゃった。久しぶりにバコに会いたくてやってきたピノに、どういうことだピー。どうって何がぞな、母ちゃん。バコのお母さん、落ち着いて。これが落ち着いてられんぺかよ。出ちゃった。そんなことよりクローンポを探しに行くのだ。どけかな。知らない、おばちゃん。あと一個なのだ。早くぶんどって。マリーランドを滅ぼすでちゅうた。なんてことをこの子は。反抗期だっぺに。そんな言葉どこで覚えたっぺ。こりゃみっちりしてしなさないとダメだっぺ。はあ、紅茶がおいしい。先輩のバイオリン、まだ歌が持ってるの？Oh no, the eggs are burnt, Papa! Yeah, and all the toast is burnt too! でもまさかあの先輩がバイオリンをやめるなんてね。がっかり、なぜなぜ、お涙増量。私のハートは生乾き。ヒラギ先輩、あそこや。違うでしょ。ヒイラギ圭一、この僕というライバルがいながらバイオリンをやめたとは許せん。許せな、何今の。くそー、せっかくの写真が。兄貴、こんなものを拾ったんだが。兄貴に拾われたなんて最悪じゃねえか。ユメロ君が好きなのか。好きで悪いか。悪い。ユメロ君が気の毒だ。なんだよそれ。彼女でもねえくせに、なんで兄貴にそんなこと言われなくちゃなんねえんだよ。ユメロ君に限らない。誰であろうとお前に好きになられた女の子が気の毒だ。な、お前の彼女そっちの方がお似合いだな。何を。ヒイラギ様、本日もご機嫌うるわしゅ。いたな、ヒイラギ圭一。この僕と勝負しろ。その前にお前は誰だ。こちらへどうぞ。失礼します。ちょき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 。お待たせいたしました。柿崎先輩だったんだ。はい、皆さん覚えてますか。柿崎先輩はヒイラギ先輩とナンバーワン対決で負けて転校していった、夢が丘学園元ナンバー2の先輩さんです。柿崎くんっていつも一歩ヒイラギ様に及ばないのよね。みんな何やってんだ。転校したお前がどうしてここにいる。転校そうさ、俺はどうしてもナンバーワンになりたくて別の学校に転校した。おかげで望み通り俺はそこで一番になったよ。だがそれは本当の一番じゃない。ヒイラギ圭一、お前に勝たないことには俺は本当の意味で一番になれないんだ。そこで俺は夏休みの間に山にこもって
バイオリンの猛特訓をしたんだ。そして今度こそお前と決着をつけるために夢ヶ丘学園に戻ってきたんだ。今さらバイオリンをやめたなんて許さない。さあこの俺と勝負だ。え？待て、ヒイラギ。僕はもうバイオリンは弾かない。はあ、やっと屋敷から抜け出せたね。そうぞなけど。その代わり、バコはバクのお母ちゃんに捕まっちゃったけどね。はい、もう一度デイチューだっぺ。デイチューだっぺ。だっぺ、よけだっぺ。仕方ない、最後のクローンプはあたりたちだけで探すよ。はい、ぞな。くっさー、今日こそ決着をつけるためにわざわざ戻ってきたのに。俺には猫がお似合いだってどういうことなんだよ。グッグ、ものすごく強烈な夢の匂いがするぞな。ヒイラギのやつ、兄貴のやつ、絶対ギャフンでやってやる。あ、柿崎の兄ちゃん、兄貴の幼馴染の純くんか。ユーモ、君もか。その夢あたいがかな。あれ、純くん。あ、いいところに来たな、クロミ。お任せ、開け夢の扉。修行もしてきたんだ。何でもお前にあと少しで劣るとか言われないためにな。今なら何をやってもお前に勝てる自信があるぞ。さあ、臆病者呼ばわりされたくなかったら男らしくリングに上がってこい、ヒイラギ。ちょっと、なんであいつヒイラギ様に喧嘩売ってんのさ。んなこと言ったってお前が自分であいつに魔法をかけたんじゃねえか。兄貴をギャフンと言わせた一品夢に。